皆さんこんにちは、提督です。霊夢です。マリサです。フライだよ。さてさて今回は、まずは微笑みの村を探索します。鍵やセットが手に入ったぞ。実はこれ重要装備で、とても主体性が高いの。この攻撃するボス戦で、活躍しそうな予感がするね。次に、前回提督が入るのミスった、横穴の調査ね。よし、うまくいったわ。ワンちゃん、ちょっと待て落ち着け話し合おう。ガジガジ、うんまずい、もう一杯。青汁か。もう一人、敵兵もいるわ。こっちは魔法使いで柔らかいんだ、急に襲ってくるのはやめてください。しかも、松明つけられないから暗いわね。もう物理で殴った方が早いわ。ほんと魔法使いか。ふう、なんとか倒したわね。あそこにお墓が見えるぞ。墓を壊すと、他のオンラインプレイヤーの死に様を見ることができるわ。ツル草のペルタリオン。略してツルペタか。やめてくれませんか、フランくん。あれなんだったっけ、極耐性が極端に高い盾だったかな。前回も使わなかったわね。そこに宝があるぞ。上の段には、後で行けるようになるよ。ソルトの入ったカバンか。メイスの攻撃って、一振りごとに結構前に出るわね。前に見えるのは、崩れる足場よ。ゲーム始めた当初は、これを渡るのが結構プレッシャーかかるんだよね。しかし、一回クリアすると、こんなの全然平気になるから不思議だな。というのも、後半もっと難しいのが出てくるからね。ここはもう、微笑みの村の横の、見張られの森なんだけど。初めてやった時、まあ嫌になるほど落下したね。金属の指輪は、体力が上昇するものよ。あの上の宝は？しばし考えて、今はまだ取れないと判断した。なんかかぼちゃがたくさんあるぞ。灰色の真珠は、スキルの振り直しに関するアイテムね。いいえ、ソルト、弱いえけん。今回は、このお宝だけ取って、さっさと逃げるわ。かぼちゃの頭装備を拾ったわ。さっき起き上がってきたのは、中盤から終盤にかけて出てくる敵で。今、相手するのは少しまずい。で、一旦サンクチュアリに戻ってきたのね。今度は、サンクチュアリの右側から出てみようか。ここは向こう側から開けてくる、ショートカットね。警告。これは目の前にある穴のことを、教えてくれているメッセージだろうね。ここは登れるようよ。うむ、これこそが、脳筋系御用達の。御用達の？クレイモアだよ。クレイモアはこのままでも強いんだけど、初めの水かぶりの騎士を、倒してもらえるアイテムと、琥珀の像を使って編成すると、この段階では破格の性能を持った体験を使えるようになるね。ちなみに、琥珀の像は中盤に手に入るアイテムなんだけど、ゲーム開始時の贈り物で選ぶことによって、今の段階でも一つ使えるぜ。編成って何？編成は、自拠点に錬金術師を配置することによって、行えるようになるわ。あ、魔法が変わっているわ。うん、魔法レベルを上げて、ライトニングボルトを使えるようにした。ダメージは、11ね。8前はいくつだったかしら。フラッシュファイアは10だったね。実は、鎧系は稲妻に耐性があるんだ。精神の同感よ。魔法使いに必須の指輪ね。うむ、これによって、スタミナの3分の2まで、魔法を使えるようになる。今、白いゲージが、スタミナの半分から3分の2まで増えたわ。帰る途中で、さっきの罠に引っかかってみた。死ぬほどじゃないけど、体力上限が下がるので、あまりダメージは受けたくないわね。よし、付近の探索は終わったから、ボスエリアに向かおうか。って、あんたカボチャの兜、かぶっているじゃない。武器も手槍を持っているな。ちなみに武器は、レベル0のものは、スキルを取っていなくても使えるわ。誰でも使える武器の中では、槍が強いかもね。宙に変えたところの上に進むんだな。これはブレードレイスね。鉄の民の指導者の課題で。これの肋骨を3つ持ってこいというのがあったわ。あまりたくさんいないので、前回はこの課題が最後になってしまったよ。ひたすらここで狩り続けて、大変だったな。あ、罠があったわ。危なかった。ふ、華麗な回避だった。帝徳があんなに反射神経言い訳ないわ。わざとやったな。ぬ、私の能力を信じていないのですか。あの敵、何か誘っているようね。ついて行ってみようか。あ、敵が罠にかかってる。知能犯なのか、そうでないのかよくわからないけど。槍って強いな。これは弱攻撃だけど、強攻撃だとダメージ 2.5 倍にもなるよ。次の敵は溺れた弓兵ね。2体いるので彼らの耳は、ここで集めるといいわ。お、ちょうど溺れた弓兵の耳が出たぞ。これも同じ敵ね。ん？下にまた強いのいるね。序盤に出てくるこの種類の敵は、何かアイテムを持っているわ。
一度倒すと、もう出てこなくなるのね。雷耐性があるとはいえ、ライトニングボルトの方がダメージ1多いんだよな。なかなか倒れないわね。いてぇ、強攻撃食らった。建物の外に出ると、敵の位置がわからなくなるわ。入り口にいなかったな。ぐは、見えない位置から攻撃してきた。逃げるのかい？ここに瓶があるわ。ふむ、どうやら左に秘密扉があるのを教えてくれているようだね。くら。布で包まれた指は、身につけるとロールの速度が上昇する。使いたいけど、魔法使いは必要な指輪が多いからな。あの敵が、上に見えたわ。先に下のアイテム取ってこよう。聖職者の石。今回のプレイでは使わないわね。では、勝負をつけようではないか。なんか、ボス戦並みに必死だな。なぬ、もう一息だったのか。信ずる者の指輪。身につけると暗黒耐性が上昇する。これは今後使えそうね。次のボスで使えってことじゃないのか？あり得るわ。雷耐性の指輪が落ちていた時、次のボスが雷系だったの。ところが、そのボス前のメッセージに、秘密をつけろというのがあったんだ。提督は、見事に撃沈したんだな。罠があるわね。これ、何だったっけ？あ、思い出した。見えにくいところに棒があったわね。提督が覚えているってことは、2回以上引っかかったことがあるんだな。祝福の視線が3枚。これは確か武器に塗って使うものね。神聖系のアイテムね。やはりボスは闇属性だわ。このろうそくは、ボスエリアの印だ。明かりはやられた人の数と関係しているらしい。祝福の視線を、使いやすい場所にセットしてっと。初めから塗っていこうか。ザ・クイーン・オブ・スマイルズ、微笑みの女王。スマイルは複数形なのね。いろいろな表情ということだから、微笑みというより、喜んでいる女王かもね。ダメージの表記がわかりにくいな。頭の上あたりにあるんだけど、ライトニングボルトの20がわかっていなかった。フラッシュファイアは10だな。フラッシュファイアの方が、リーチが少し長いわね。うん、ライトニングボルトは、ボス戦ではギリギリの距離で少し使いにくい。うわぁ、ホラーだホラー。気持ち悪い。攻撃は少し分かってきたみたいだけど、ダメージ10じゃ厳しいわね。今、ダメージ表記が20になってるけど、これは一つ前の攻撃に加算されたからよ。つまり、2回の攻撃で、10たす10だったんだな。あ、食らった。このペースで魔法を使い続けると、半分くらい削ったところでフォーカスが切れるわ。そうだね。私もそのことに気がついた。やっぱり、残り大半は物理攻撃で削るしかないようね。祝福の視線を使うわ。槍に持ち替えても、大丈夫みたいだな。ちなみに、指導者の課題を達成すると、三振ならひと雷属性ノッカーアイテム。セグアラなら神聖、鉄の谷なら雷ノッカーアイテムが手に入る。それらのアイテムは、店売りのものに、同様の効果を持つものがあるんだけど、効果時間が倍くらい長いので、2つくらい交換しておく価値は十分あるわ。強いわね。弱攻撃で29、強攻撃で43ダメージが出ているわ。強攻撃が2回ヒットする時があって、そのダメージは72だった。あ、祝福の視線の効果が切れたぞ。ダメージ少ないけど、安全な位置からフラッシュファイアで削っておこうか。でも、これ以上スタミナが減ったら、ローリングがやりにくくなるわ。回復アイテムも残り一つだ。ギリギリの戦いになってきたわね。うん、ちょっと魔法はこれ以上使いにくいな。あ、3連続攻撃よ。ボスは体力が減ると、攻撃パターンが変化するの。で、強攻撃で19ダメージしか入らない。神聖属性なら43だったのに。このゲーム、属性攻撃の影響がかなり大きいの。うん、神聖属性はほとんど通用するから、セグアラはひょっとすると有利かもしれない。回復薬も優れているわよね。これは削りきれないぞ。残り1枚の祝福の視線にかけるしかない。うわ、新しい攻撃。しかし、これでとどめだ。微笑みの女王の耳。いやー、ボスを倒した後というのはテンション上がるね。喜びの舞だな。ここで微笑みの女王の紹介を見てみようか。微笑みの女王、
残虐な知性でリブエンの民を苦しめた女王。殺害した者の死体を用いて町の壁を飾り立てることを好み、その死体はどういうわけか、どれも微笑んでいるように見えたという。生前は、君主の剣と呼ばれる剣の使い手としても知られていたが、死後はそれを無数に召喚して操るようになった。で、悪趣味。船、拾え。なんだろ、船って。宝箱の中身は、料理人セットね。確か、特待生が極端に高いので、特定の場所やボスで有用だね。ショートカットを作るところまでやっておこうか。この後おまけで、さっきのカボチャの兜を拾ったところの敵を倒してみます。ここのショートカットが開通したんだな。この敵が、トリトレスの灰というアイテムを落とすんだけど、クラスさんの杖である、魔法の司のロッドを作るために必要になるんだ。この動画では、レベル36になっているわね。魔法はライトニングボルトのままだけど、威力が高くなってるな。ワンドじゃなくて杖なのと、魔力が上がっているからね。体力100以上の敵が4体だ。これを初期に倒すのは至難の技だよ。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。まったねー。